ですね。いや、見られてるどころかつけられてますけどね。うん。ボスは調査で合ってるよな、うん、え？何時間も前の話だって。あ、その情報見知りにはありませんでしたね。当たり前だろ。ああ、まぶちさんがボスになっちゃったの？クーデター起こしたか。正直お前らは嫌いじゃねえが、さすがに一億積まれちゃうな。すまねえが俺のために死んでくれ。うわ、またこいつやりやがって。裏切ったわけじゃないけど、一回はなんか仲良くなったのにな。結局金に転ぶのか。いやー、そろそろ許しがたいよ。うわうん、あー、隠し、すごいなー。そんななんか簡単にというか、トップを、今までのトップを拷問するっていう動きになる？すごいな。お、もう確実にあの虎と戦うじゃん。確実にこれ戦うじゃん。なんだ？うん。またお前かい。いや、でも実際虎と戦ったらさ、多分4人がかりでもやられると思うんだけど。4人がかりでどう？いい勝負じゃない？うん。まあ差しだったら 100% 勝ってないけど。まあ桐生一馬さんは虎2匹に対して勝ってたけどね、一人で。しかもまだね、お腹刺されて間もない、お腹をドスで刺されて間もない体で虎2匹相手にして勝った男がいますけど、そういう特殊な人間じゃない限り、普通虎ってどうだ、4人いればギリギリ勝てんのか。一人がやられてる間に、一人犠牲にしてる間に他の3人でもう首がっちりロックしてみたいな。絶対取られてくる。お前もやばいんだぞ、でも多分。てかその位置的にお前が真っ先に食われそうだけど、その場所的に。うん、まあこれは本来勝てるはずのない相手なんだけど、うん、わかんないね。
虎を鑑賞しても楽しくもなんともない。よく見たら可愛い顔してるじゃねえか。じゃあお前が一人で相手しろよ、アタツさん。そうね、ゴリキな人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。うん、まあ百歩譲って春日さんとあのハンさんはなんとかなるかもしれないけど、あのエリさんとこの元キャバ嬢はね、さっちゃんはねどうにもならないと思うんだよねどうあがいても勝てるあれじゃないからね。めちゃめちゃ強い。そしていやー強かったな。しかも11万円も落としたけど、まあ発した金だけどね。いや過去最強に強かったなこれは。これなんでこれが筋門で登録されんだよただの獰猛な猛獣なんだけど筋門ではねえだろ。うん、死闘は避けられねえだろいや先進むよ。これ蝶助けたら絶対蝶も仲間になるパターンでしょこれ。うん、あれ今近江連合もいなかった。あ、いる、後ろに近江連合。あれ待って、あの左に座ってる人ってなんかどっかで見たことあんな。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。蝶はどこだ。この建物にいる。この場にハンさんがいるのが、コミジルのナンバー2がいるのが結構胸厚ですよね。え？なんだと。よう、わしらも手加速か、マブちゃん。待って、この奥に座ってる人なんか見覚えあるぞ。気のせいかな。あなた方とはあくまでゴムで杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。なんか中国のマフィアが杯とか言ってもなんか違和感あるな。ラウタの殺し屋たちだし、ハンピン・リューマンは切り札だといいでしょう。うん、さらに奥に控えているのは大手の方たちです、うん、となるとですね、これは連戦免れないね。いいよ半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げれば蝶は死ぬ。うん、それだけ分かったら十分だ。ただまあこの数相手にこの人数で行くのもバカけてるけどね4,5 人で何ができんだよ。初対面で慣れ慣れしいな。あんた荒川マスミッチ出身だぜ。椅子ぶんどられて恥さらしてるのに。あ、俺知らないわ。何？おお、天道。あ、これが天道か。見たかやろ、あのモジャーだ。大工がチャカぶっぱなした男や。大工頭補佐でしょ。今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもたかもしれない。隠し事っていうか、まあ撃ったのは事実だからな。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつが。確かに言い難いしてね。いくら極道でもその心臓の急所かすかにかわして撃つなんてゲートができるの？かなり危ない橋だよね。まあ多分わざと外してくれたんだとは思うんだけど。お前一回俺たちに負けてるからね。すごいなんかなんか勝てると思ってるみたいだけど、うん、一回負けてるからね君たちは。早く殺してください。今日はいいの、あのカンウーのなぎなたみたいなの持ってこなくて。あ、出たお得意のお前それで一回負けてんだぞ今日はあの格好つけなかったね。あ、虎の方が全然強かったわ。余興は終わりだ。次は
ふらついとる下級ランカーとチャンピオンは同じリングに上がれるかいな。ダンダン、天道陽介、オウミの名を呼んだな。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しさがいない。まあ近江連合ってもう敵いないからね。俺らを見逃したことを後で後悔。見逃してくれんの。ほうほう、そいつは楽しみ。どういう条件で見逃してくれるの。あとはこいつに任したのか。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプ。あ、そうなの。じゃあ石尾田さんには勝てないと見越しても石尾田さんじゃあ一番さんをやっつけられないと思ってるね。そういうことだよね。お前だから舐められてるよ、イコール天道さんに舐められてるよね、石尾田さん。喋らせんな、余計な体力使っちまいらねえか。コミッションの人奥の手とかあるなら今出して。ないでしょ。おこんなハーハー言ってんのにないだろ。汗がすごい。え、何？難波さん、どうやって一人でここまで来たのよ。その格好まさかこんな早く合流するとは思わなかったけど。でも今難波さん戻ってきてもパーティー入りできる余地がないんだよな。うん、だから無茶しすぎなんだよお前は。もうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ。いや俺は待ってたよ。すっきりするどころか、うん、どうにも気になっちゃってよ。難波だからその手伝わせてくれよ。ナンバーそういう今そういう場面でもそんなことしてる場合じゃない。近江連合が目の前にいるんですけど。なんやおったんかはね、また裏切るのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。悪いなみんな。何？今日は俺の日だ。あー、かっこいい。そのフードかぶった意味は分かんないけど。あまりフードはかぶんない方がいいと思うけど。成長してきたんだ。頼むよなんちゃん。こういう風に合流するだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろ。まあゲームの中の世界ではそういうもんですね。そのお約束って。お、まあ、俺も手ぶらじゃなくて疲れるし新しい技くらいは考えてきてね。何？ただ難波さんちょっとパーティーにあんま入れたくないんだけど。いやでも難波さん結構強くなって帰ってきてたな本当に。何回目だっけ。数えちゃいねえよなあ難波あんた。この後いやもちろん一緒に行動するんでしょ。ないでしょ予定なんて。ついでと言っちゃなんだけどよ、うん、もうちょい手伝っちゃもらえないか。できれば助けてくれよ。
俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。いやだって難波さん悪いことしてないよ。まだ呼んでくれんのか。当たり前よ。当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、ずいぶん上からじゃねえか。マジで。ただその服装はちょっと変えてほしいけどね。もうホームレスの格好しなくてもいいでしょ。確かにしょうがねえ連中だけど。いやっていうか分かるんだけど、蝶さんを早く助けた方がいいんじゃない。水を差すより悪いけど。ありがとう。だってもう死にかけてるんでしょ。いやまあでもこういうのは大事だよな。わかるけど、ちょっと僕は蝶さんが心配なんですよね。うん、なあ、ええ、あ、大事に保護してもらってたんだな、弟さんも。おい、そこは素直に謝っとけって。半年も人の兄弟閉じ込めといて。いや、それがよ、反純義の言い取りなんだ。うん。あ、結婚？コミジルで世話してくれてた娘と。マジで？それ、なんか逆に、コミジルに感謝しなきゃいけないんじゃないの。いや、そこまでか分かんないけど、うん、だって運命の人と出会えたんでしょ。なんかコミジルってなんか、まあやってることは犯罪行為だけど、なんか意外と、まあでも人殺しとかもしてるからな。真っ当とは言えないよな。うん、おやべえじゃねえ。あ、おおおお、蝶さん生きてたかい。心配しましたよ。助け来ましたぜ。うん、大丈夫かよ。いや、なんか大丈夫そうに見えるけど。そう見えるかって。結構割とピンピンしてるように見えるけど、俺こんなに殴られたの生まれて初めてなんだけど。自力で逃げてきたの。うん、いや、あいにくそうじゃない。誰？お前に会わせたい人がいる。え、誰誰誰誰？え、これ、え、何？青龍会と星野さんとかじゃないでしょ？え、誰？めっちゃ気になるんだけど、会わせたい人って。なんかそういうこと多いな、このゲーム。会わせたい人がいるっていう。春日君、何？誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただカスヤ以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。ハチじゃない、違う。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあな、と言いつつ、まあそうだろうな、ね、完全にハチじゃない。名前は昔の射程でしょ。教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかる。18年前の射程でしょ。なんで隠れてんだよ。誰？ハチじゃない。あ、ハチでしょ。久しぶりです。やっぱそうだよね、やっぱそうだよね。うわ、立派になったな。あ、ミツだ、ごめん、ハチじゃなくてミツだった。名前が。兄貴に比べりゃマシだと思います。いや、お前いい男になったな。俺、無所出てからわからねえことだらけだ。お前、最近親さった。18年も経てば結構昇格してんじゃない。
あ、どうなの？え、元荒川組なのに、っていうか、まあ、荒川組なのに直属の。今も荒川組の組員です。うん。近江連合にはなっちまいましたが、お前前も近江になのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレリア始末されます。じゃあ、俺とこうしてるのはやべえってことか。ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ。でもよかった、なんか敵対してる感じじゃなくて、今でも兄貴って言ってくれてるし。そう遠くないうちにある爆地を撃ちます。何？その時には一人でも多くの味方が必要になります。うん。一人でも多くの味方って、これ以上まだ話せません。その味方になってくれっていうことか。ミツさん、また連絡させてもらいます。まあ、その時は荒川の親さんの味方してあげたいけどね。アンピン・リューマンはこれからどうなるの？張さん絶対仲間になるでしょ。春日君も結構酷なこと聞くね。うん、マグチのおかげでもぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。オウミがその気できたらもう持たないね。そんなにひどいのか。まあ穴だらけじゃなくても持たないでしょ、その気になったら。オウミがすぐに手直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんなになりじゃない。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え、ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。うん。何よりも大事なのは、うちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？わかるな。ハンピン・リューマンができた時の話。チョータンも、でも根はいいやつだな。それを用意できるだけの力がない。うん。もともと人をまとめるのは柄じゃない気してたんだけど。俺。親父が先代だったからさ。でも結構カリスマ性はあるけどね、張さん。次の総帥って誰か当てはいい。まさか真淵を総帥にするわけにもいかないだろうしな。一人タフでずぶとそうなの。誰？春日君も知ってるよ。はあ、誰だよ。孫ひ。孫ひって。嘘だろ。ハンピン・リューマンのボスに。え、それあり？今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジューは水と油だ。うん。けどその壁が崩れそうな今、お互いに背中を預けなきゃ自分たちの話をする。うん。それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。うん。仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直すときだよ。なるほど。ソンヒさんならやってくれそうだけど。ソンヒがハンピン・リューマンを束ねりゃアジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやる。あんたは自分の部下だけじゃなく、そこまで考えてんの？助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部の口にしちゃうんだよな。あんたまあいいやつですよね。まあ最初なんかクレイジー気取ってたけど、俺はいいやつだと思ってたよ最初から。お前らに大きな借りができたよ。清流会も感謝してると思うね。清流会かなら、あの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるからな。貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物。誰だこれ、誰なんだろう。あの人には聞きてる。うん、そう、それめっちゃ聞きたいよね。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思う？まあ話してくれそうだよね。いけると思うね。うん。案外抜け目ないじゃん春日君。まあどうでもいいけど、張さんに絶対一緒に仲間になろうよ。え、一緒に行動しないの？マジ？いやでもいつかなってくれると思うな。
この感じだって。コミジルのナンバー2も今同行してる。でもこれで張さんも同行したらかなり激アツメンバーですよね。ハンピン・リューマンの元闘水とコミジルのナンバー2が一緒に同行してるっていうのは相当熱いけど。あ、なんだっけ、目が合ってしまった。なんか呼ばれている。行かなくていいんじゃないの。一回これ無視してみようか。面白そうだな。嫌な予感しかしない。ここは関わらないようにし。うん、ああってかわいそう。なんか完全にやばい。いや話してやるよ。かわいそう。なんか絶対なんか身ぐるみ剥がされたパターンじゃない。実は今から急いで電車に乗って東京へ行かないといけないのですが、その格好じゃいけないよな。服がなくて、服がない。泡だったとはあるんですけどね。泡、何言ってんだ。まあその姿見りゃ分かる。なんとか大事なところは隠せてるね。風邪ひいてんじゃねえ。ずらっとか言って。泡だらけになる。やめて。あんまりあんまり引っかないで。大体なんでそんなことになってんだよ。服はどうした。実は少し前まで僕はそこのソープランドで独特な表現。本当に可愛くて、それでお楽しみの最中、急にそっから連絡が来たんです。普段電話なんてしない人だから無性に気になって出てみたら、おばあちゃんが倒れたって。僕は大のおばあちゃん子なので取り乱してしまい、病院に駆けつけたい一心でミカちゃんや黒服の静止を振り切って泡まみれのまま飛び出しちゃったんです。いや、この格好じゃ駅に捕まってしまいます。そうだし、そんな泡って持続しないと思うけど。しかもちょっと透けてるし。ちょっと半透明だし。そうですよね。こんな泡まみれの男に服なんて貸したくないですよね。だってそしたらこっちが全裸になっちゃうからね。それならさっさとさっき言ったソースに戻って服を回収すりゃいいだろう。それなんですけど、プレイ中に飛び出したのが結構な問題行為だったようで、敵になっちゃいまして。いや、ちょっと事情話せば。服ぐらい返してくれるでしょ。もはや普通進むも地獄、引くも地獄でして、服を貸していただけないならせめて私を洋服屋まで連れて行っていただけませんか。やだよ。そうです、この泡もいつまで持つか分かりません。僕が完全に普通持たないけど、こんなに姿になる前に服をゲットして早く病院に行かないと。それなら俺があんたの服を買ってくるから。それで、そんな時間は。いや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 、あなたを待っている間に同じでしょ。何かあったら、それに万が一サイズや趣味が合わなかったら二度手間になって。サイズはいい、趣味なんか今こだわってる場合じゃないだろ。大体そこまでの決意があるなら一人でさっさと洋服屋に行ったらいいだろう。そうしたいところなんですが、泡が落ちないようにしてると身動きが取りにくいし、何よりこの辺りは水気が重いので泡が流される危険が高いです。なんでその泡が流される危険性が高いんですって。水をかぶって泡が流された瞬間、いや別に、うん、いや今のままでも即逮捕だよ。シャバの空気すら吸えなくなってしまいます。今の時点で逮捕されてもおかしくないと思う。そこでなんとか水が私にかからないようにして、まあ後でな。今はちょっと忙しいんだよ。一生のお願いです。どうかどうか。今は忙しいの。ごめんな。え、行くの。いや今はちょっとごめん。そう、後でやってやるからちょっと待ってて。そうですか。うん、わかりました。無理を言ってすみません。まあなかなか本当無理を言ってるよお前。
後ろ髪引かれるな、その一言。もうなんか普通に出入りできるようになってるけど、清流会本部に。ああ、もらったんだ。聞いてるよ。今日お前らが何をしてきたのかも全部な。教えてくれ。いろいろとな。今俺がこうしてられるのもお前らのおかげで。清流会無事だった。無事とは言わん。組の二三割の人間が、ああそうなの。残ったもんにもわだかまりが残ってる。まずいじゃん。人長の三助がまがいもんだったと聞かされちゃうじゃん。ハンピン龍馬の長は孫妃に総帥の座を譲ると言ってました。それも聞いてる。何でもお見通しですか。そう遠くない未来を見ることもできる。いずれ清流会は近江連合の傘下に入ることになるだろう。え、この町のグレーゾーンにしか居場所を持てなかった人間には肉の壁こそが民の綱だ。だが肉の壁が崩れかけてる今、彼らには死活問題が訪れる。荻窪豊が神通力を失ったと、そういった噂が政界に流れ出した。早いな、それとなく話が流れるのが。敵ながら手読めない若かが。長年にわたる幹事長の偽札ビジネス、そいつが世に出りゃ民事党は吹っ飛ぶだろう。だから父は、この件で口をつむ代わりに荻窪の後釜に収まることができる。あんなも分かさせ。だってでも証拠は握られてないからね。よくわかんないんです。燃やしてるわけだから。幹事長ってそんなに偉いですか。幹事長の役割は選挙の指揮と勝利だ。今の青木亮になら思いのまま候補者名簿を作れる。つまり日本の与党をこの国を好きなようにできる。まあそれはちょっと言い過ぎじゃない。人は選べるだろうけど、全部の舵取りできるわけじゃないでしょ。だからって総選挙を迫ることだ。でもこの勢いなら本当に総理大臣になっちゃうね。若すごいな。このタイミングで。総理、荻窪先生に頼れなくなった今、さぞ不安はお感じでしょう。ですが私にはあの人よりも総理をお支えできる力があります。今総選挙となれば議席の3分の2以上を確約します。何か具体的な策があるのかね。民事党が弱い選挙区にはブリーチジャパンの支部長たちを立てます。どの地域でも彼らは強い支持を受けています。何よりこの私が後ろ盾ですから、我が党の圧倒的勝利であなたの個人的な政治悲願が叶うでしょう。総理は今ご自身に党内の求心力があるとお思いですか。荻窪先生の後ろ盾もなく。答えにくい答弁は議場でだけにしてほしいね。私を幹事長にした上で解散総選挙、それが飲めなければ荻窪先生の裏の仕事が世に出ます。脅してるね。民事党も消し飛ぶでしょう。いや、しかし都知事が幹事長を兼任した前例など何？年齢が若すぎる。なら私を止められる年寄りを連れてくればいい。もちろんそういう人がいればの話ですが。
どこかにいらっしゃいますかね。揺さぶりをかけてるな、総理大臣に対して。肉の壁を崩したのは青木亮の野心だ。うん。おみりを動かし、まぶちを操った。それをやれるのが今の青木亮の力だ。いや、荒川正人だったな。どうだろうね、おやっさん噛んでるのかな。今お前がことの渦中にいるのは巡り合わせです。うん。ソープの店長が死んだ時、その場に居合わせたのは偶然だった。そう思うよね。はい、そうですね。まあその場に居合わせたというか、お前が後で死体を発見したってことだけどね。おそらく必然だろう。どういう意味で。いつかの偽札、今分かるか。会長がこれを誰が俺に持たせたか知ってるっておっしゃいましたよね。その偽札を持っていることができた人間は、この世にただ一人。誰なんです、それは。荒川正美だ。なんか、おやっさん、予想外じゃないけど、おやっさんに撃たれてる。まんまじゃん。お前は荒川に撃たれ。まんまじゃん。だが荒川は、予想外でもなかったわ。運び込ませるために撃ったんだとしたら、その偽札はこの俺への紹介状。なんかまんますぎて驚かなかったわ。俺の元にたどり着いた時、春日一番が荒川真澄の身内だとそう知らせるためのな。紹介状って、なんでそんなやり方を。俺の見立てじゃ、青木亮の野心とは、あ、そうなんだ。別の動きが荒川にはある。別の動き、それを一体。そこまではわからん。だがそれを紹介状として使ったのなら、よほどの事態だと察するな。会長、あなたとおやさんとはどういう。そいつは長い昔話だが、だがその話をするのにふさわしい場所はここじゃねえ。平安楼だ。平安楼。俺と荒川との因縁は全部あそこから始まった。北京ダックが好物らしいな、あいつは。ええ。明日のランチでお前にも食わせてやる。席を予約しておこう。どういう関係なんだろうな。っていうか、あの札を、偽札をさ、ポケットに入れてるだけでよく清流会のとこまでたどり着けると思ったな。おやさんも結構むちゃくちゃだよね。あのままホームレス生活してても全然おかしくないからね。あんな札だけ入れられてたらわかんないから。